ワシントンに関しては、まあ、さっきフロントラインナップが、選手が豊富とは言ったんですけど、一見選手層っていうのは厚く感じるチームなんですけども、選手名鑑とかロスターをバーって見たときほど厚くはないんだろうなっていうのが、まあ、これは現実的に見てる部分です。はい。まあ、オフェンス、ディフェンスどちらもすごく平均的になっちゃっているので、まあ、ルイ、デニー、キスパーと、ジョニー・デイビスもね、なかなか振るわなくて、トミー・シェパーズさんとも、ジャパンゲームで結構ね、連日会ったりして、デイビスはどうだいみたいな、結構ポイントガードで使ったりしてるけど、NBA の水に慣れてきてるかいとか、いろいろ話はさせてもらったんですけど、夏の間のピックアップは良かったよとか言われて、いやー、夏の間のピックアップは僕ら見れないからねって、ちょっとね、やりとりもさせてもらったんですけど、ちょっとジョニー・デイビス思ったより時間がかかったりとかね。してそうですね。はというわけで皆さん、また次回お会いしましょう。See ya! ピッカーサーでした。Yeah!